マリア様？それとも、別のお方？はあ、それでも、お願いを聞いてもらえないかしら。私もう、うまく動けないの。脳液が欲しいの。暗くとろけた脳液が。だってもう、ずっとずっと、湿った音が聞こえないのよ。ねえ、あなた、お願いを聞いてもらえないかしら。脳液が欲しいの。暗くとろけた脳液が。ああ、ありがとう、あなた。ああ、すごく、おいしい。それにね、湿った音が聞こえてきたわ。あなたにも聞こえているかしら。そうだ。お礼に、私の血はいかがかしら。こう見えても私、血の聖女だったのだから。だからあなた、聖女の血がなくなったら、また来てくださいね。よかった。でも、私はもう、うまく動けないから、右手の器具を使ってくれる？あなたにお手間をおかけして、申し訳ないのだけれど。ね。あら、残念。でも、いつでもいらしてね。あなたには感謝しているの。あら、あなた、私の血、お礼に受け取ってもらえるのかしら。あら、あなたなのね。私の血は、どうでしたか？それに、ね。お気に入れば、もっといかがかしら。あら、あなたなのね。でも、欲張りはダメ。血の渇きを恐れたまえ、よ。私、こう見えても、血の聖女だったのだから。でも、欲張りはダメ。血の渇きを恐れたまえ、よ。ああ。あなた、私の血がお役に立つのですね。ならばどうぞお取りください。湿った音の導きも、すべてあなたのおかげなのですから。ああ。マリア様はお嫌いでも、私、血の聖女でよかったです。ああ。あなた、とても残念です。私も血の聖女。たとえあなたでも、教会の教えは守りたいのです。血がなくなったら、どうぞまた、訪ねてくださいね。ねえ、誰かいませんか？誰か私の願いを聞いてください。やっと聞こえた。あの音が、消えそうなんです。あなたなのね。ねえ、お願いよ。脳液が欲しいの。湿った音が消えそうなの。お願いだから、脳液を持ってきて。お願いよ。あの音が私を、導いてくれるの。静かになれば、きっと戻ってしまうわ。あの頃の、小さな私に。ねえ、お願いよ。私の血をあげるから。ね。ね。あなたなのね。ねえ、あなた、お願いよ。お願いだから、脳液を持ってきて。私を助けて。私の血なら、あなたに好きなだけあげるから。ああ、それよ。それをちょうだい。はあ、聞こえてきたわ。あの音が。私を導く声が。ありがとう。ありがとう、あなた。私を助けてくれて。これは、お守り。マリア様からいただいたのだけれど、私にできるお礼は、血の他はこれくらいなの。お願い。私を見捨てないで。私まだ、役に立てるのだから。ありがとう。ありがとう、あなた。私を助けてくれて。あなた、聞こえますか？湿った音が耳鳴ります。ちょろり、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 ちょろり。不思議ですね。深い深い海の底でも、水は滴るものでしょうか。ねえ、あなた、聞こえますか？ふふふ。ふふふ。ちょろり、ちょろり、ちょろり、ちょろり。ふふふふ。ふふふふ。ふふふふ。ふふふ。ふふふ。あなた、もう一度だけ、脳液をいただけるかしら。たっぷりと、私を満たす、暗くとろけた脳液を、湿った音が囁いているの。ずっと耳元、すぐそこで、私の頭だけの頭なの。だから、産湯が必要なの。ねえ、あなた、お願いよ。私、何かになりたいの。ねえ、あなた、脳液をちょうだい。湿った音が囁いて、私、産湯が必要なの。ああ、それとも、私が溢れているのかしら。それが、形なのですね。導きよ。あなたの声が見えました。はっきりと歪んで、濡れています。これが私。私だけのケージ。私だけの。ありがとう。あなたのおかげよ。あんなに小さかった。私でも。